これね、ちょっと整理すると、要するに半導体を作る材料っていうのは戦略物資なんですね。あとそれから核兵器とかそういうね、よからぬものに活用できてしまう可能性もあるので、だからそういうね、戦略物資というのは厳格に管理しなきゃいけないわけなんです。ところが日本がね、この国信用できると思ったら、ちょっと厳格に管理せずに、取引輸出してあげるっていう、これは日本の自由ですからね。で、韓国を、ホワイト国と言って、信用して、さすがにテロリストに売らないよねっていうことで、信用して、買いたいっていうものをどんどん売ってたわけですね。ところが実際国内で、必要な分より多くを買ってたということが判明して、どこに売ったのっていうことで、それ転売していいもんじゃないよって話で、まさか北朝鮮に行ってないよねとか、イランとか行ってないよねっていうことになって、じゃあどこ行ったのさと、実際使った分以上に輸入してるよね、それどこに行ったのって質問をまたをしても全然返ってこないわけですよ。だったらホワイト国外すよって言って、でホワイト国外したわけですよ。そしたら火がついたように怒ったわけですね。で WTO って言ったら、そんなね、日本からホワイト国待遇で物を買う権利なんかないんだから、日本が一方的に恩恵的に与えてるだけなんだから、そんなもん WTO に持ってったって何の意味もないんですよ。韓国だけね、よその国と比べて不当になんか不利な条件にしたとか言うんだったら別ですけども、日本の、善意で任意で韓国を信用してホワイト国にしてたけども、質問に答えられないから、じゃあね、ホワイトを外すよって言っただけの話ですから、そもそも WTO に駆け込むこと自体が筋違いも甚だしいんですね。いや別にね、かわいそうだからじゃあ戻すとかじゃなくって、信用できるかどうかなんですね。信用できればホワイトになるけども、信用できないからブラックなままなんですよ。それ誰のせいって、あんたらのせいでしょって話ですから、それは日本に信用してほしかったらね、ちゃんと信用される体制を構築しなさいよ。じゃあところで、じゃあ2年前聞いたあれどうなのよ。実際使った以上に輸入してるっしょって、どこ行ったのって、まだ答えてないんですよ。それ答えられないのに次どうやって売れるのよそんなの。というか答えられないんですよ、やばい国に売ってるんですよ。そうじゃなかったら、なんかなくしたか、やばい国に売ったか、どっちしかないでしょ。何、メルカリで売った。本当、だから、答えられないんですよね。まさか北朝鮮行ってないよねって話ですよ。これ行ってたらえらいこっちゃですよ。それで日本に核兵器向いてんですからね。日本の外務省も意地悪だよね。答えられないの分かって聞いてますからね。それではホワイト外しただけですから、それだけ、それの報復とか言って日本製品ボイコットとかやったわけだから、もう今から見たら本当バカじゃねえのかって話ですよ。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。